届けいたします。きらめく風が頬にそよぎ、街に太陽が昇れば、歌を忘れた踊りたちが心浮かれて口ずさむ。洒落たパン屋の角を曲がり、坂道を駆け上れば、青い海と空が出会う、君の暮らす街が見える。爽やかな風に吹かれて、ちゃんと胸張って歩けば、花咲く街、歌が流れ、追い出せまに浮かべてます。おーおーおー、ライ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 、迎えに行くから、ピート山中とフランシー酒井でございます。よろしくお願いします。さあ、我々はですね、この度は、7日の広島からスタートいたしましてね、四国に渡りまして、愛媛松山、そして大洲、宇和島に一旦行きまして、また大洲で再びライブをして、昨日は高知県の方でね、酒蔵ライブということで、あそこは何ていうのか、日高酒蔵、日高酒蔵、はい、ね、素晴らしい酒蔵のホールで演奏させていただいてきましたけども、今日は、このツアーのオーラスでございましてね、この岡山の一番館という、まあ僕たちが子供の頃からここで演奏するのが夢でしたというと夢が叶ったね、館無料、はい、ね、その前に成田屋で飲むのが夢でした言うときましたが、先ほどどんなかおっしゃってましたけど、2人とも赤い顔して酔っ払ってるって、酔っ払ってるのはこいつだけですから私は決して本番前に酒は飲みませんね。でもね、彼はね、飲んでも全然影響ないんです。もともとずっと呼んでますからほっといてください、もともと呼んでると、ね、はい、まあ彼はこの音源受け通り
このアコーディオンという楽器の名手でございまして、また後ほどたっぷり聴いていただきますけども、このピアノを使いましてね、ブギウギピアノという、まあ、ちょっと日本では珍しいタイプのピアノの、まあ、第一人者にあたる、人間でありますので、その妙気も報道もたっぷりお楽しみいただきますが、まず一部の方はですね、歌をいろいろと聴いていただきつつ、一部のラストでは漫才の聞いていただきます。でもそれについては後ほどおしゃべりいたしますけども、1曲目そよ風のラブソングに続きまして、まあ、私が作りました、リピーターが最大のヒット曲、焼肉の歌がございましてね、ありがとうございます。聴いていただいたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そのミリオンヒットをしたような大ヒットではございませんでね、発売してから4年後2000年の夏に12万枚売れたというね、そこそこのヒットなんです。ですから今日初めての方もいらっしゃるぐらいの、その程度の中途半端なヒットなんですけど、あの焼肉の歌で、これはあの高級焼肉店ではございませんでね、バイキングの食べ放題のお店の歌なんですけども、自分も焼肉が大好きでね、ただお金が持ってない、お金を持ってないもんで、そういう高級な焼肉店行けない、そんな時代に、ようやくでき始めたバイキングの食べ放題の店、非常に嬉しく感じましてね、まあ、友達と誘い合わせて、今日は2000円握りしめて、肉が食べ放題嬉しいなぁなんて、そんなこと言いながら言ってたんですけども、まあ、ある時その嬉しいなぁという気持ちがこの声になって、メロディーがついて出たのは、こういう最初ね、出だしがこうなんです。食べ放題言いながら友達と一緒に食べに行ってたんですけど、あ、それだけで熱すぎたらすごいね、ラブやね、ラブやね、ラブやね、ここまで血の水のような努力をしてるどんだけ焼肉食べたかみたいな関係ない、それが体に乗り移ってますからほっときなさい。まあそんなんで食べに行ってまして楽しかった。でまあその店内見回しますと、結構面白いことが壁に書いてあったりしてね、あ、これ全部この店の雰囲気をヨーデルにして歌にしたら面白いんじゃないかなと思って作ったところが、まあ、当時上岡龍太郎さんとかね、桂枝雀さんとかね、関西の名だたる芸人さんたちがおもろいって言ってくれた。で、僕がずっとお付き合いしてた桂雀三郎さんという落語家さんと一緒に、CD に吹き込みまして、これが東芝 EMI というね、大きな会社から全国発売になりました。まあ、そんないきさつがあるんですけども、今日はまあこれ一番館さんには焼肉の喜びはございませんけども、まあしかし我々ここで歌うことを夢見てきたこの我々と、そしてもうこの店を大事に皆さんがね、こう支えているというファンの皆様とは一期一会の出会いをここで果たしたわけでございますから、まあその出会いを喜び合う気持ちをこの食べ放題に込めまして、今から私が食べ放題、はいって申しますから、その後に乗ってないのはわかりますけど、乗ってる気になって、返していただきますと歌が始まりますので、どうぞそこは一つよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、それでは参りたいと思います。リピーター山中作詞作曲ヨーデル食べ放題。食べ放題、はい、はい、食べ放題、yeah.
ルールで何でもバイオ制限時間は90分。カラオケにも大体全部入ってますんで、ぜひ歌っていただきますようにね。これ言いますとね、あのリピートさん、あれ入ってませんでしたよなんて言われることありましてね、そんなはずはない、大体全部の機種に入ってますよ、どんな風に検索しましたかって言ったら、焼肉食べ放題は入ってなかったってね。ヤーでは出てきませんよ、ヨーデルのヨーで調べてみますヨーデルで出てきますからね、ぜひ歌ってみていただきたいと思います。まあ、これが12万枚、特に東京、関東方面で売れたんですね。おかげでですね、関東の、有名な球団、皆さんご存知ないかもしれませんけどもね、読売ジャイアンツという球団がございますよね。知らんでしょ、特にね、関西でこっちの方では有名じゃないんですけどもね、まあ、巨人とか言われてるチームがありまして、でそこの、まあ、東京ドーム担当の人から電話かかってきましてね、あの焼肉の歌は非常に楽しくてノリがいいんで、ぜひとも長嶋ジャイアンツラストの年の公式応援ダンスソングに使わせてほしい。嘘みたいな話ですけど、これは本当なんです。そんな電話がかかってきましてね、つきましてはあの焼肉のままではやっぱりジャイアンツの応援にならないので野球の替え歌にしてくれと言われましてね、それをあのパラパラのリズムに編曲して東京ドームでみんなで踊って応援するっていうことで、なあ、もう大きなね話で、もうびっくりするような嬉しい話だった。当然断ったよな。私ね、神戸の阪神タイガースのファンなんですよ。そうです、源ですからね。だからまあ彼も言いましたけども、やらせていただきます。いけたんか、あんた。当然のことながらやらせていただきますということね。もう巨人の星を見て育ちました。嬉しいとメガネが落ちるんですよ。大村君のあの CM までやってみせたりしてね。でまあ、ヨーデル勝ち放題という替え歌になりましてね、これがこれもカラオケ入ってるんですよ。ジョイサウンドだけですけどもね、これはね、そんな作って、これがずっと流れてた7回裏の攻撃前に。だからもう本当にジャイアンツファンの人はみんな知ってる。あのバックスクリーンにちゃんと顔も映ってましたからね、その時ね。勝ち放題、ところがジャイアンツはその年負け放題。長嶋さんも残念ながら最後の年はね、有終の美を飾らなかったんで、私のせいじゃないんですけどもね、まあ、そのおかげでですね、東京の仕事がなくなりましてね。縁起が悪いですから。関西帰りますと今度裏切り者と言われる。その通りです。その頃からね、岡山とか来てまんね、ちょいちょい。流れついてきたわけです。岡山住もうかなとか。そんなんでね、まあどこ行っても、まあ、聞いてくれた方がいらっしゃるときは嬉しいんですけども、でもね、ちゃんとね、音楽放送で聞いてないね。大体聞いたという人は、あ、そういえばうちの近所のスーパーの肉売り場で流れてたわ。そんな聞き方なんですけどもね、まあぜひまた覚えてどっかで歌ってみてください。さあ、それではあのお寿司の歌を歌、あ、このね、焼肉の歌を歌いましたけど、次はお寿司の歌を一曲を聴いていただこうと思いますね。まあ日本人というのは焼肉も好きだし、お寿司も好き。で、今お寿司はあの回転寿司というのができましてね、非常にまあ子供でも今頃ね、トロとかね、ウニとかね、そんな生意気なこと言いますよ、こんなちっちゃな子供でも。でも私の次の歌はそういうね、この安い店でらしい、高級な、今度はあの白木のカウンターにね、腰掛けて板さんに握ってもらうような、そういうところに行ってた時の出来事の歌なんですけど、そういうとこ座ってます。当然あのカッパカッパカッパのマークのなんてあんな BGM 流れてませんから。シーンとしてて、それこそ食べる口の中の音でも気になるぐらいのシーンとした店で、私の隣の席の方からあの妙な音が聞こえてきた、かすかな音なんですけどね、ほんとこう静かですから聞こえたんですけど、こんな、あの音かなと思ってね、やっぱこうちょっと横目で見ますと、この辺こう押さえながらおっさんがこう、ってこうです。でこう、うなぎとかアナゴとかをお召し上がりになってましてね、どうも小骨が刺さったらしい。取ろうとしてるんですけどもね、あんまり派手にわっとできないところが苦しいところ。そのかすかな声を聞いてまして、笑いたいんですけど笑ったら失礼ですしね。でその時にふと思い出したのが、この声はどっかで聞いたなってこう思い出したのが、僕が小学校の頃に始まったウルトラマンというテレビがありましてね、あの早田隊員のウルトラマン一番最初の、あのシュワッチっていう声は有名なんですけども、ウルトラマンがあの怪獣に毒ガスとかかけられた時にね、声を出すのが
そのおっさんの声がよく似てたもんで、ホラーウルトラマンの負けてる時の声のみんなとそれで作った歌がありましてね。どんな歌や、試験抜刀のウルトラマンという歌ではあったと。両手で喉を押さえ、どうしたの、どうしたの、激しがりやと君のことだから、何も言えずにそうだね、あなたはこぼれの多い魚さ、きっと喉に刺さる、あなたのこぼれが君をいじめてる、来ますんでね、ちょっと趣を変えて、別のタイプの歌を歌ってみようと思うんですけども、今度はあのサプリメントの歌をちょっと歌ってみますね。そんなに変わらないんですよ。えらい違いやからね。えらい違いじゃない。いや、まあ、栄養補助食品でね、まあ、この頃はもう本当にもう量を上げて健康部分でございましてね、まあ、健康のためなら死んでもいいと、そういう人がたくさんいらっしゃいます。世の中ね、まあ、あの雑誌を見ても新聞を見ましても、またあのテレビ、ラジオ、そして、果てはインターネットに至るまでね、もう本当にもうそういうサプリメントの広告ばっかりでございますけども、皆さんもちょっとなんか飲んであるんじゃないですかね、飲んでるかもしれない、ね、それぐらいもう行き渡ってますけども、まあ、いろんなあの成分がある中で一つだけ私ちょっと耳障りとしていいな、なんかかっこいいなと思ったのがありましてね、それは何かと言いますとね、あのヒアルロン酸というものなんですね。よく聞くでしょ、ヒアルロン酸、あの膝関節の潤滑油になったり、お肌のね、あの保湿剤になったりする成分ですけどもね、そのヒアルロン酸というのはなんでこうかっこよく響いたかというと、あのブルース、さっきもね演奏でブルースやっておられましたけども、ロン酸ブルースっていうのがあるんですよ。ロン酸ブルース
非常にかっこいいじゃないですか、ね、孤独な男のブルース、響きですね、響きじゃロンサンブルースロンサンブルース言い方変えとるだけやから言い方ロンサンブルース、これを頭にヒアルをつけたヒアルロンサンブルースかっこいいじゃん、苦味橋ってね、 そう思いますよね、作ったってなんですけどブルースを入れてヒアルロンサンブルースまで、おったわけでありますけどもね、
まあ、そんな高知県にちょっとご縁のある歌一曲ありまして、もう皆さんの記憶の中ではもうかなり薄れてしまったんじゃないかと思いますが、あの高知競馬場というね、本当に潰れかかった競馬場で、一匹のお馬さんが負けても負けても走り続けというスタイルを見るがためにたくさんの人が詰めかけて、ついに113連敗までしたという、ね、でも負ければ負けるほど人々の心を励ましたという、そんな春うららという競馬馬がありました。普通ならばもう20連敗30連敗したあたりで、殺処分って言ってね、もう本当に殺されてしまうのがあの競馬馬の宿命なんですが、彼女は負ければ負けるほど人気が出たという、不思議な馬でありましたけど、まあ、そんな馬のあのブームの時には、まあ、みんながこぞって春うららの応援歌ですなんて言うてね、歌を作っては発表してましたよ。私も例に漏れませずちょっと依頼を受けましてね、春うららの応援歌なんか作ったもんですけど、まあ、ああいうのってね、みんな心がこもってませんよ ね、なんか仕事でこう頼まれて作って、縁もゆかりもない春うららのこと、まあ、ヒット目当てで歌を作ったなんていう人がたくさんいましたから、まあ、そんなブームがちょっと終わりかけた頃に、春うららの絵本を作ろうなんていう話ができましてね、でその絵本に添える歌を新たに作ってほしいっていうのが私のところに来まして、でできた歌があの我が家の春うららという歌なんですけどもね、これはもうあの競馬馬の春うららから離れまして、それぞれの家庭にいる春うららね、これを一つのテーマにして、人間春うららの歌なんですけども、ちょっとそういう去年、昨日までのね高知の空気を一つ聞いてから、我が家の春うらら。いいこと少ないこの人生も捨てたもんじゃないよと、めげそうな心励ますようなお前のその笑顔、内気な性格父さん譲り、体も弱かったね、だけどお前がいるそれだけで我が家は春うらら、幸せの物差しはそれぞれの胸の心知らずに夢を押し続けたね、お笑い大好き母さん譲り、ダジャレも得意だよね、お前の笑顔愛せるだけで我が家は春幸せは笑顔の中だと。